はいどうも、エリスラーメンの山口です。本日からシュナのスカウトが始まりました。で、このシュナね、可憐なる輝き勢力なんですよ。僕がめちゃくちゃ使っている、舞台編成の、はい、これね、可憐なる輝き勢力で、いつもね、いろんなクエストに出てるんですが、このパーティーに加えたいということでシュナ回していこうと思います。で、あとね、もう一つ、ちょっと前のシュナ、こちらですね、このサンタクロースかなの衣装のシュナも、可憐なる輝き勢力だったので、このシュナと今回のシュナ、どちらかが当たれば嬉しいなと思っております。で、スキルもね、意外と相性良くて、魔法キャラクターで、構成してるので、ね、で、こっちも味方全体の魔法キャラクターの弱点特攻一旦 80% アップとか、やっぱ魔法を、そして可憐なる輝き勢力、この2つを合わせたパーティーを組んでますので、かなりこのシュナ2人相性いいです。ね、2人当たればいいけども、2枚当たればいいけども、とりあえず今回はピックアップがこちらのシュナということで、まずこっちをメインにね、当てていきたい。で、2番目に欲しいのはもう一つのサンタクロースのシュナでございます。では行きます。無償の魔晶石が3000あるんですが、当たるまでまずやります。で、当たったらそこで終了します。で、当たらなければ3000、つまり100連やっていこうと思います。では行きます。まず最初の10連目、平和だね。どうしよう。あそこまで見るか。あのおっさんが、こいつが紫色になれば、スキップしない。紫色だったら、紫色だったらスキップしないね。はい、ミリム一発で当たったらいいな。ガルム、リョーター、どっちかね、どっちか当たればめちゃくちゃ嬉しいっすよ。リョータ多いな。ベニマルが来たということは、ベニルドからの来い。分かったのだ。これで私たちも友達なのだ。ミリムか。あ、持ってるやつ。持ってるけど、覚醒が中途半端だったと思うから、まあまあいいでしょう。当たらないよりは全然嬉しい。高密度のエネルギー。何も星5が当たらないよりは全然嬉しいですよね。狙いが高すぎてか、狙いの価値が高すぎて、ちょっとした星5当たっても、そう、あ、まあ、来い。リムル様、おたわむれを。それよりも今は我が兄の話です。いや、20連。熱しなさい。20連。風害妖魔。これが戦える巫女です。20連来ました。そうね、兄の話ですってことだから、天狗の今後がどうなるかみたいな、そこでモミジと、ベニマルがアルビスとベニマルがみたいなところ、アニメと合わせた、あのセリフですね。お、そうだ、まだ終わってない。いや、20連これで終わっちゃって満足してた。シュナ、いやー、20連か、嬉しいな。でも、もうちょっと引きたい気分ではあるけども、今ね、課金できないので、お金を貯めてるので課金しないでね、貯金しながらゆっくりとやってってるので、今回はこれでね、当たるまでやるとは言ってたので、これで終わりにしようかな。3000、魔晶石3000中で当たるまでみたいな感じに言ってたので、20連で
動画を終わりにしようと思います。わー、はい、うわー嬉しいな。ちょっと待てよ。ね、スキルこれでしょ。ここの戦闘スキルの2の方がその加護の、奥義発動痕を加護のね発魔装痕にするってのがちょっとこっちと比べるとね、こっち技能なの で自分の使ってるパーティーも技能に変える方なので、実はこっちの方が、今のパーティーには合ってるかなと思いつつも、全然いいよね。味方全体の魔法キャラクターの弱点特攻一旦 80%、 これめちゃこっちのスキルだけでも十分すぎるほどの嬉しさでございます。しかも魔法キャラクターだからさ、彼になる輝き以外でも使えるから他のパーティーにも入れられるのよね。いやー嬉しい。で他のパーティーだとカゴに魔装痕カゴにする、こと多いので、かなり役に立つと思います。はい、うわーやったー。戦加護増幅戦闘中3点以上で2ターン経過ごとに白狼か。ここ白狼か。まあ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 いいでしょう。はい、という感じで本日はシュナ当たりました。シュナ見に行きましょうか。20連で当たりました。どっかいた。はい、可憐なる輝き勢力なのでめちゃくちゃ使うと思います。それでは今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。